皆さんお疲れさんです。半兵衛です。パパです。はい、デトロイトビカムヒューマン出たよ。出てきたよ。カンニングした？いやいや、カンニングしてない、してない、本当にしてない、うん、ちゃんと自分の記憶から引っ張り出したから。あ、素晴らしいでございます。はい、続きをやっていきたいんですけども、はい、前回ね、撃たれたんですよ。そうね。撃たれたところで終わって、うん、まあ多分続けたら次また違う人だと思うんだけど、うん、まあ、多分あの女の子になるんじゃないかな、流れ的に。なんか順番子に来てるもんね、今のところ。そうだね、うん、アリスとカーラだっけ。カーラかな、うん、名前忘れちゃったね。うん、カーラだったと思う。しばらく見てないから。そうだね。じゃあ続きをやっていきましょうか。はい、お願いします。そう、家出したんだよな。そうそうそう、パパから逃げてね。失礼。めっちゃむせるじゃん。ほんと失礼。あのもうね、年齢的にさ、うん、こういう年なのよ。なるほど。うん、お兄さんかおじさんで言ったらもうおじさんだもんね。まあまあまあ、なあ、まあ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 じゃないんだよ。終点ですか。まあ降りてくれ。これ運転手は人間なの。そうなんじゃない。起きて、降りないと。かわいいな。立ち上がる。この二人どうなんの。ね、あ、え、やべえ、聞けなかった、やべえ。やべえ、俺がちょっと今ボタン押せなかった。あれはちょっと怒られちゃうよ。判断が遅いってなっちゃう。やばいやばい。アリス平気？泊まれる場所を見つけようね。うわ、寒い、寒いよね。今何月なの、うん、11月って書いてあっけ。そういえば分かんない、そこまで見てなかった。ちょっと待って、泊まれる場所急ぎましょう。こん中とかダメでしょ。ダメか。コーヒー屋さんとかで聞けないの。ここにあったオーガニックコーヒーって。どこどこ。これあれ、モーテルってホテルじゃん。あ、そっか、そうね、そうね。ほらイーステンモーテル。お金持ってんの。朝まで開かない。24時間営業、泊まれない。何屋さん。見えなかった字が早くて。ごめんごめん、しまった。あ、でもいろいろあるな、選択できる場所が。これこれ。ああ、ランドリーだね。ああ、ランドリーか。もうお金があるかわかんないからさ。え、でもなんか支払い。あ、でもあれか、なんか脳みそでビビッつって。そうそう、おでこのところでやってたよね。まあ支払い元はパパになるんだろうけど。え、ノーアンドロイド、嘘でしょ。40ドル。入らないの。お金も持っていないし、この服のままじゃ泊まれないの。
ランドリーで服盗む。あ、そういうことか。服を見つけよう。ランドリーだ。盗んじゃダメか。繋がったわ。いやでもとりあえずアリスを守ることが最優先だから。うん。分かってくれるよみんな。ここだったら温まれるわね。あったかい。これ寝てんのこの人。寝てんじゃない。何も入ってない。あ、服入ってる。この人のやつだ。マジで。いやー、え、ちょっと待って、これ、え、俺が決めんのこれ。マジ。はあ、どうする。俺が決めるんすか。そうだね。ちなみにそばさんだったらどうする。うちだったらあの人起こす。起きないで。あ、服貸してくれませんか。そうそうそう。その選択肢がないのよ。そうなんだよね。出るしかない。出たらどうなんだ。出れんのこれ。あー、本があるよ。本は関係ないのか。本はあれかな。店長、ミツバチの過労死。題名がどういうことなんだよ。分配会の蜂がついてる。あー、ミツバチの過労死ね。いやでも選択肢盗むしかないのかな。何してるの。私たちのじゃないよ。分かってアリス。温かい服と私の着替えが必要なのよ。盗むなんてそんなのダメ。いや、じゃあ思いとどまるか。ここはそうね、やっぱりいけないことよ。いやだって子供の教育にも悪いしな。そうだね。あ、一旦出るか。行きましょう。マジ？ちょっと待って。まだ行ける。あ、信号、そこ信号守んなきゃいけないんだっけ。そうね、一番ね、最初の頃あれだったよね。うわー、これこんなの待ってる暇ないよ。これ無視しちゃいけないのかな。あ、女だった。あ、女だったよ。え、ちょっと見つからない。遠いか。快適ではないが安全。どうやって中に入る。周り、ああ、うん、ここは空き家ね。雨宿りはできる。カーラ、私ここ好きじゃない。そうね。でも一晩だけここなら見つからないでしょ。ワイヤーカッター、そんなのも探さなきゃいけないの。あれ、駐車場を調べるって選択肢あったね。本当？
これ？え、違う。パーキングって反対側になかった？こっち？ほら、パーキングって看板ある。選択肢に駐車場を調べるってある。ああ、なるほどね。あれ、アリス。アリスいねえのか。バス停に座ってるよ。アリス、体が冷え切ってる。平気だよ、寒くない。困ってるのかい。あら、優しい。ああ。行くあてがないの。この人を頼るといい。え、どういうこと？データを。そこじゃ遠すぎる。今夜泊まりたいの。行こう、アリス。パーキング。あ、廃車で過ごす。どうやって侵入するの？ワイヤーカッターか。だから、先に止まれる場所はない。コンビニとかで売ってんのかな。あ、でもお金ないのか。お店がまだ開いてる。中に入りましょう。ここなら寒くない。あったけ。ああ、説得してって書いてある。何の用だ。この人話聞いてくれるかな。私たち行くあてがないんです。少しお金を恵んでもらえませんか。おい、ホームレスなアンドロイド。冗談きついぜ。いいか、ここはコンビニで慈善団体のオフィスじゃないんだよ。なあ、買い物するんじゃないならさっさと出ていけ。あらあらあら、万引き。そういう選択肢にどんどん犯罪者思考に。そういう選択肢しかないのかな。え、もう初動が万引きする人みたい。怖い怖い、やめて。うわぁ、でもアリスが嫌がってるから盗みは。うん、ああ、そうね。やっぱりあれだな、あ、防犯カメラの位置も把握しといて。あ、もう資格がないぐらいの感じなのかな。あ、あ、ワイヤーカッターじゃん。結局なの。マジ？いやー、でもどうなんだろう。くっ。ああ、やっちまった。もうこうなったらしょうがねえ。2個も変わんねえぜ。
おい、お前やべ、バレた。おい、さっさと戻せ。はい。ごめんなさい、私。分かったから、さっさと店から出ていけ。なあ、これでワイヤーカッターバレずに済むと。行きましょう。大丈夫よ。泊まれる場所は見つけるから。あ、もうでもモーテルは利用できないね。もう車線取れちゃったね。あれ多分お金盗まないとダメだったでしょ。ああ、なるほどね。あれ、こっちワイヤーいらなかったんじゃん。あ、やべ、ワイヤーいらなかったかも。ワイヤー買った。謎の盗みをした。さっき選べたっけ、あんなの。うん、うっすら出てたような気はしなくもないんだよね。マジかよ。廃車みたい。アリス、下がってて。いや、謎の盗みしたな、俺。ここなら濡れないし、誰にも見つからない。ここで寝るのは嫌。他の場所はないの？え？じゃあ他の場所行く？他の場所を探そう。はい、今日。まあせっかく物盗んじゃったし。ねえ。あ。え？ワイヤーカット持ってない。ワイヤーカットはなかったことになってんの？はあ、マジかよ。じゃあもう車に止まるしかねえじゃん。ここに残ろう。ここにいた方がいいわ。ここだったらきっと安全だから。一晩だけよ。え、体調崩したりしない？大丈夫？ね、温められるの？パパは私が嫌いなの？なあ。どうしていつも怒ってるの？ただ普通に暮らしたいだけなのに。私がいけない子なの？悪い子だったのかな？だからいつも怒られるの。家族になりたいだけなのに。愛してほしいだけなのに。なるほどな。幸せになっちゃダメなの。そんなことないよ。そんなことない。置いてったりしないよね。お願い、約束して。約束する。約束する。ずっと一緒にいてくれる？ずっと一緒。うちにおいで。ちょっとこの二人どうなっちゃうんだろう。ねえ、気になるね。
今回は みんな気になるんだけどね、うん、みんな気になる、みんな気になる。うん、まあ、今回はちょっとアリスとカーラのねお話やりましたけど、うん、みんな気になるからさ、うん、止まんなくなっちゃうねこのゲーム。そうね、まあ今回は終わりますけど。はいはい、お疲れさんでしたね。お疲れ様でした。また次回の動画でお会いしましょう。はい、バイバイ。バイバイ。